はい、こんばんはっす。猫がいるんだけど、ずっと。あ、ごめんなさい、無難でした。恋です、ヤンキーくんと白杖ガールってやつ見ました。はい、感想はまあ普通でした。でもなんだろう、いい作品だと思います。はい、盲目の、女性と、ヤンキーが恋をするっていう話でしたけども、いい作品だと思います。ただまあどうしても1話なので、やっぱちょっとまあ起承転結の木ですからね、そんなめちゃくちゃ盛り上がるって感じじゃないんですけども、まああと 2,3 話見て面白いかどうか判別していきたいと思います。面白いといいなって感じですね。あとやっぱね、花さんがやっぱ可愛い、あとヤンキーくんもかっこいいっていうことで、まあちょっと見てみようと思います。これで面白かったらレビューするし、つまんなかったらしれっとアップしませんので、よろしくお願いいたします。では見てくれてありがとうございました。失礼いたします。